こんにちは。私はウリエル、インスピレーションの大天使、未来をもたらすもの、そして未来は今です。だからこそ、私の愛する兄弟は私と一緒にいるのです。私たちは新しい時間の統一の中におり、存在の統一の中におり、愛の統一の中にいるのです。そして愛する皆さん、あなたたちもそうです。だから私たちはあなたたちを招待し、懇願します。来て、私たちに加わってください。私はあなたに話すために来ました。そう、そしていつものように、照明と啓発の銀の炎を再び照らすために、暗闇、影、そう、真実と真実の場所に光をもたらすあなたの能力について、陰謀、それは問題ではありません。私の銀の炎はあまりに明るい光で他人を盲目にして襲われたり侵入されたと感じさせることではありません。それは私のやり方でも目的でもありません。私はあなたに銀の炎を差し上げます。私はあなたの手のひらでそれをもう一度点火します。あなたはそれを取り出して、あなたが探し求め、選び、招かれていく場所を覗くことができるでしょう。さて、理解してください。そして私はこれを強調します。はい、私はこのチャンネルをずっと聞いてきました。クスクス笑い。必ずしも行かなければならないわけではありません。信頼できる馬に乗ったり、SUV に飛び乗ったりして、必ずしも出発する必要はありません。何が起こっているかを見るために光をもたらします。あなたは優しい照明とそれがもたらす洞察力を通して他の人が何が起こっているのかを理解し始めるかもしれない光をもたらします。さて、皆さんの多くは現在起こっているレイプ、拷問、暴力、虐待、戦争をすぐに思い浮かべます。確かに、それらもその通りです。しかし、私が、今日、このことを、強調したいのは、皆さんに、何が起こっているのか、皆さんの神聖な自己の中で、皆さんのサークルの中で、皆さんの家族の中で、皆さんのコミュニティの中で、人類集団の目覚めとともにこの惑星で、何が起こっているのかを見て、知って、受け入れてもらいたいからです。それは、人々、人間、ハイブリッドに、この厳しい移行の現実に衝撃を与えることではありません。あれ、これを見てください。これを見る機会はありましたか？どう思いますか？あなたは何を感じる？私たちは何をすべきだと思いますか？そして、それは単に、嫌悪感、ショック、トラウマを宣言する以外に何をすべきでしょうか？というだけではありません。ノーと宣言することではありません。いいえは出発点であり終点ではありません。いいえと対になっているのははいです。私たちは神聖な権利に従って進むことにしました。あなた方のうち、誰も、いかなる存在も、劣る者として生まれてきたわけではありません。実際、愛する皆さん、皆さんは想像を絶する存在として生まれてきました。時折、皆さんは一目見て、ああ、今、私は自分が何者であるかの素晴らしさ、偉大さを知ったと思うことがありますが、皆さんはほんの一部しか見ていないのです。これは批判ではありません。それはレンズの開口部であり、皆さんの存在、皆さんの心、皆さんの精神、皆さんの魂のレンズなのです。それは、洞察力を伴う好奇心の始まりであり、他に何があるのか、他に何ができるのか、私たちは何を想像することを選択するのか、ということです。なぜなら、あなたは創造主種族の化身、生まれ変わり、再創造物プラスプラスプラスだからです。あなたは素晴らしいのです。ですから、今は盲目になっている時ではありません。それは母の神聖な輝きの中でのこの拡張の時であり、それはオムニバース全体を通して、
そしてそれを超えて最も安全で最も貴重な贈り物です。その中で何でも私の言うことを聞いてください。人間ノバガイアン、姿をした天使、変化の天使、何でも可能です。夢を見る時間です。銀の夢を見に来て、ハリオンとブルー、サンゴとゴールド、マゼンタとレッドで銀の糸を編んでおりましょう。あなた方の誰もレプリカではなく、あなた方は素晴らしいのです。私たちはここに立ち、あなたたちを支え、時を超えて時間の内外を問わずあなたを助けます。しかしそれはあなたたちが作り上げ固執している方程式、基準点に過ぎません。それは現実ではありません。さあ私と一緒に夢を見てください。私もあなたと一緒に夢を見ます。そして私は愛する兄弟のために道を譲ります。私たちは二人ともあなたに完全に仕えています。あなたたちを私の銀の天使と認めます。最も嵐のようなチタンから最も輝く銀まで、私はあなたたちを私の天使と認めます。これで別れます。私は大天使ジョフィエル、時間の番人、聖杯の運び手、古代と永遠の怒りであり、あなたにアメジストとマゼンタの光線をもたらします。最も贅沢で味わい深く最も鮮やかな光線です。はい、私はこれが好きです。しかし今あなたの時代に、そして母の時代に、永遠の無限の海の中でどうやって私はあなたのところに来るのでしょうか。私は統一の大天使としてあなたのところに来ます。内なる統一と外の統一、上にある統一と下にある統一です。区別も分離もありえません。それは幻想です。それは物質性を帯びるまで成長した幻想ですが、現実ではありません。はい、私の最愛の兄弟は識別について話しますが、私は統一について話します。なぜなら統一こそが神聖地球の創造と共同創造の基盤だからです。もちろんあなたはユニークで美しく、そして私の友人が言ったように、あなたが想像するよりも素晴らしいですが、それは統一されています。ノバアースの創造と共同創造、再創造が起こるのは神聖な意志とあなたの意志が団結し、団結し一緒になろうとする意志、力です。これは断片的な取り組みであってはなりません。もちろんあなたは自分自身のプロジェクトや取り組みに着手し、それに取り組むでしょうが、それが調和を欠くことはできません。それは母親のテーマです。互いに調和を欠くことはできません。そしてそれが個人と個人であろうと、グループとグループであろうと、国家と国家、これらは不条理ですが、であろうと、摩擦が生じることはありえません。しかしそれ以上に統合する能力、団結する能力がなければなりません。そしてその一部は他の人がやっていること、彼らのプロジェクト、彼らの取り組み、光の都市、癒しの取り組み、そこで私はこの時間という贈り物の中で宇宙の法則を思い出させるものをお届けします。なぜなら時間ない、時間なし、上下、これらが物事がどのように機能するかのガイドラインだからです。それは母のリトマス試験紙の一部です。恋愛って感じですか、というと答えはいいえです、逃げましょう。しかしはいと感じた時、どのように進めますか、どのような法律を適用しますか。別の場所に座っている司法機関としてではありません。あなたの内なる識別力は何と言っていますか。それは実際、瞬間的な伝達、瞬間的な変換、瞬間的な除去ですか。理解してください。次のステップは時間の隙間の中で、時間の隙間から、
そして時間の隙間の間でどのように働くかを理解することです。これはあなたへの贈り物であり、ユニティの一部です。常に後ろを振り返り、過去を参照することではありません。そんなことはしないでください。前進することです。だからこそ、私たちはチャンネルの前、そして皆さん一人一人の前に自分たちを配置したのです。それは前進であり、前向きであり、新しいもの、つまり母の終わりのない素晴らしいものの創造であり、私たちはその道のあらゆる段階であなたと共にいます。どうかお願いします。私たちはあなたが始めていることを知っていますので、私はあなたに始めてほしいと懇願しているわけではありません。私はあなたに懇願します。私たちと一緒に続けましょう。そう、心と心と心と心。この展開では、今が私の時間です。私はミカエルを排除しません。天のおもとに。それは許されないでしょう。笑いながら、あるいはガブリエル。彼女はあなたの耳をせいでしまうでしょう。ラファエルは続けます。そしてあなたに仕える光の軍団も同様です。私たちがすでに参加しているように、あなたも参加しませんか？あなたは時代を超えて、とても愛されています。私がいるから。さようなら、愛する人たち、さようなら。